ともしょぴです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はこのチャンネルを見ているあなたのおかげで、こうやっとファッションもブラッシュアップしていこうっていう風にこう思い越しを上げたわけなんですけども、で前回その春服を買いましたっていうことで、ビフォアの僕ちょっとここら辺に置いておきますけども、ビフォアアフターって感じです。ちょっとは明るくなったんじゃないかなというふうに思いますみたいなことを言ったわけなんですけども、気づいたらもう気を緩めたらもうこんな感じになっちゃいます。ブラッシュアップしたにもかかわらず、なんでこう気が緩むとこういう真っ黒になってしまうのかっていうと、これが僕のクローゼットスペースなんですけども、これを見てなんかあなたが思うことはありますか？もうちょっとわかりやすく整えます。せーの、はい、整えました。これでわかったと思いますけども、白系、青系、黒系、この3色しかないんです。この白系と青系は十分春らしいんですけども、ちょっとこう黒の割合も多いかな。これはダウンの黒で、これはスーツの黒なので、これは全然いいと思うんですけど、この T シャツ黒いし、これも黒いしっていうので、なんか T シャツが黒いんですよ。なのでちょっとそこも明るくしていきたいなっていうのがあります。というわけなので、今回はもうちょっと春らしい服を足しに行こうっていう動画です。とは言ってもこの服装で行くのもちょっと寒いというか暗いので、はい、そんなわけでじゃあ行ってきます。秋葉原に着きました。仕事しながら洋服を買いに行きたいと思います。ちなみにもうマスクしなくてもいいかなって思ってるんですけど、あなたはどうですか？もうマスク外せましたか？一応しとくか。すみません、これ試着したいんですけども。お疲れ様でした。はい、お願いします。じゃあご試着してください。あ、はい、あ、すみません、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。Apple Pay は使えないんですね。これなんだろう、クレジットカードの証明がここでできちゃうみたいな。はい、ありがとうございます。はい、ということでデザイン T シャツ買いに行ってきました。白と緑をゲットすることができたので、春らしい衣装が出たんじゃないかなというふうに思います。で、実はちょっともう一個欲しいものがありまして、今日ちょっと重い荷物運んでいるので、リモは使ってるんですけども、この足の部分がこの白いところに当たってこんな感じで汚れちゃうんです。もうちょっとこうビジネス寄りな感じで、なんかこう革靴というか、なんかそういったこうもうちょっとこうフォーマルな感じで、なんかこう足元を締めるような、そんな靴をちょっとゲットしに行きたいと思います。ということで、じゃあまた秋葉原から移動したいと思います。はい、来ました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ただいま。いや、だいぶ暗くなっちゃいました。はい、じゃあ早速ですけども軽く紹介していこうと思います。じゃあまずこちらで買ってきたものなんですけども、はい、白の T シャツです。で、この胸のところにこういう可愛い感じのやつがついていて、左下にもペイントが終わった後の風疲れたみたいな感じのが映ってます。で、背中には何もないです。で、2着目は結構こう濃い緑になります。はい、薄い緑もあったんですけど、ちょっとなんかポップすぎちゃうかなと思って、もうちょっとシックな感じのこの色にしました。で、こちらもですね、ここになんか胸ポケットがあって、その下に多分生着物がぶら下がってます。はい、で、それ以外は無地です。で、靴の方はシュープラザで買いました。こういうやつを買いました。上は天然の革になっていて、下は、ゴムになってます。ということで改めて着てみますと、こんな感じになるんですけど、なんかこうやって見ると、なんかパッと見るとすごいドシンプルじゃないですか。ドシンプルなんですけど、よく見るとここにこうデザインがあるっていう、なんかさりげないおしゃれみたいなのをちょっと狙ってみました。はい、これでまたちょっと1ミリぐらいはおしゃれ度がアップしたかなというふうに思います。本当に僕ファッションとか今は全く興味がなくて、
着れればいいじゃんとか動きやすければいいじゃんっていうふうに思ってたんですけども、まあ、でもこの視聴者の方からもうちょっとおしゃれに気を使ったらとか見た目は大事だよとかいうふうに、まあ、ちょっと指摘に近いアドバイスをいただいてそれでやっとこう重い腰を上げて、まあ、こういうふうに今はファッションの方をブラッシュアップできてます。もう本当にあなたがそのコメントで教えてくれなかったらもう僕はもうダサいままなんか地味な感じになってたかなというふうに思いますんで、本当に本当にアドバイスいただいてありがとうございます。あなたがこんなこと良かったよっていうなんかそういうシェアもコメント欄でお待ちしていますので、ぜひ書き込んでみてください。というわけでこのクローゼットスペースも模様替えしちゃいたいと思います。それでは行きます、せーの、はい、ということで模様替え完了です。これは元からあったやつなので、はい、これは出しました。そのまだ僕の気持ちではそのファッション1年生ぐらいな感じだと思ってますんで、まだまだこれからブラッシュアップしていきます。でまあちょっと春物も出しましたし、その今まで使っていた冬物でもうなんか毎日ヘビロテしていたものに関してもちょっとそれは断捨離をして、でまた来シーズン新しいものを買うみたいな感じでちょっとやりたいと思いますので、去年買った冬の物のやつっていうのはまた一気に断捨離をして、でそれをまたなんか動画でお届けできればなというふうに思います。これからもちょっとあなたのアドバイスを聞きながらファッションをちょっとブラッシュアップしていって、気持ち的にもその見栄え的にもちょっと身軽な感じになっていこうかなというふうに思います。まあ見た目ってその第一印象にもなりますし、その見た目だけで自分の気持ちが変わるなっていうのはその今回の試着をしていてすごくよく分かったので、その依存しない程度におしゃれを楽しんでいきます。ということで今回も1ミリでも僕のファッションセンスが上がったと、前に進んだと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。